東村さんはですね、群馬でいうと北の朝というふうに昔から言われているようにですね、輝きとその朝の艶とですね、それと強靭さというんですかね、強さが定評があって、質とか量的にも昔は全国一だったですけども、現在では質の面においては伝統を守って、まあ、全国一と言ってもいいんじゃないかという自負を持っています。